客様、芝さんに第9弾でストライクようやく下った。ノーボールワンストライクです。お客様が初めてストライク下ったんです。ほっと一振りで8キロ起こりました。時刻は10時22分を超えているヤフオクドーム、9回の表に入っています。得点4対3、1点差を追いかける最終回の攻撃。先頭バッター宮崎がフォアボールを選んで同点のランナーを出ました。ピンチランナーは関根。打つバッターボックスは粘り強いバッティングが新庄の柴田。初球ストライクになってノーボールワンストライク。今日6番に下がっている柴田ですが、最初のバッターボックス粘って粘ってフォアボールを選びました。セカンドゴロと原組の三振。サードが前進守備を仕掛ける松田。ライト、バントした近本にこれだった。ハンドを駆け打って取る。一塁コース、一塁アウト。一塁と送りバント成功しました。送りバント成功でワンアウトランナー二塁です。点差で9回でした。まずは同点ということですからね。まあ、本当に高は3番でしょうけどね。小松さんのところで投球いたしますね。ですよね。さあ、落とさか。昨日は5回の表、セカンドゴロエラーで出塁して、倉本のライト前ヒットで、積極的に三塁に進んで、その後内野ゴロでホームを踏んだ、この乙坂です。ファーストステージ、阪神戦の2回戦では代打でスリーランホームラン、それからファイナルステージの広島戦、第2戦では代打で2点タイムリーヒットを打っています。まあ、代打でそうできるとすれば、峰井か、はい、あるいは田中広也ですね。広也ね。このぐらいでしょうかね。はい、さらにスタッフスタートのところでは小橋が守りは出てますけどね。さあ、ここはどうするか。同点のランナー2塁です。4敗差、最終回1点を追いかける DeNA の攻撃。1回1人だ。初球打ったボテボテの当たりになった。1塁線に逃げてファウル。当たりとこれ、スタート、ボールカウント、ノーボールワン。